なんと懐かしく、なんと嬉しいことでしょう。私、一度でいいから寝台車での旅をしてみたかったのです。そうなのか。一度も経験がないというのは意外だな。珍しいことではございませんよ。レールロードの客車乗車自体が稀ですし。ああ、言われてみればそうだったな。それに寝台客車は、私、蹄鉄時代には牽引したことさえございませんでしたので。重工列車だけしか牽引しなかったのですか？夜行列車なら引くこともございました。ですけれど残念なことに寝台客車とはご縁がなくて。ですので全く知らないのです。寝台の寝心地も暖かさも夜の静けさも。夜は確かに静かです。消灯後には本当に誰一人言葉を発しなくなります。ああ、でしたらカタンコトンと、ただこの子だけが歌い続けるのですね。そうなりますけれど、他の点はきっと少し想像と。あ、これが三段寝台？引くかね。天井、座ってるだけでも窮屈そう。いうか、座れない。描けたか？描けたと。東風 4D、 スイカちゃんの一番若い世代の妹ちゃん。うん。よく描けているな。楽しげだ。旅に出る前の空気感は日の本も中国も変わらんな。私、中断もらってよかと。ん？ああ、そうか。中断が最も窓を大きく使えるのだな。無論、僕には異論ないが。私は、残った寝台でもちろん問題ございません。京さんたちはいかがでしょうか？私と士官君は下段にいた方が便利かと。出入りなども多くなりましょうから。なら、響さんの真下に僕が、教秘書は宗哲さんの真下がいいでしょう。ん？ああ、そうか。斜めの関係になると相手の姿が丸見えになってしまうのか。ああ、ベッドサイドにカーテンがないのですね。ここは日の本の寝台と異なりますね。進行方向側寝台の上段がスイカ、中段に僕、下段が京さん、逆側寝台の上段が86、中段響きで下段士官君。22から見えるのが86と私と士官君、士官君から見えるのがスイカちゃんと22と京さん。東方としてもその寝台配置で問題ありません。でしたら荷物を、まずは大物を下段寝台の下に。なるほど、トランクなどをベッドの下にか。そうしたら上段の方々から上にどうぞ。どうぞとお勧めいただきましても、はしごはどこでしょう？はしごはないですね。けれどこの突起を引っ張り出すとステップになります。まあまあ、なんと身軽なことでしょう。宗哲様、その、私、スカートでございますので。ああ、そうか、すまない。とても多幸ございます。寝台はちゃんと柔らかではないですか。はあ、いかがでしょうか、お望みの三段寝台は。何か不便があったらすぐに言ってくださいとのことだが、どうだ二人は。誠に楽しゅうございます。横になりながら列車の旅を楽しめるなんて、うん、走り出すのは
待ち遠しかとのことです。あ、この機関士とレールロードは経験が浅いようですね。ほう、ああ、加速がいいな。素晴らしい。振動は引き出しの時だけですね。この速度だというのに驚くほどに揺れません。うん、やはり機関が広いことの影響だろうか。無論足回りなども日の本より進歩しているのかもしれんが。おっと、放送で流れるのですね。日の本でしたら邪魔にされる方もいそうですが。一つの文化といったものなのだろうな。うん、特段誰も気にしている気配すらない。お話のところすみません。皆さんの切符をお渡しいただけますか。うん、切符ですか。わかりました。86、響、切符を。今は手離せんけん、取って。私のポーチの中やけん。わかった。預かるぞ。私の分はこちらです。ありがとう。京さん、どうぞ。プラスチックのカードだ。邦画鑑評書9号車9号中歩。これは僕の信頼の番号だ。列車の写真も入っておりますね。乗車記念品でございましょうか。いや、記念品として配布するにはコストがかかりすぎそうに思えるが。あ、さようですね。だとするとこれは一体。乗車記念品ではありません。もう一度切符と交換されますよ。もう一度切符と交換でございますか。どうしてそのような手間をかけるのでございましょう。ああ、そうか、なるほど。宗哲様、お分かりになられたのですか。多分な。スイカのヒントがこの問題を面白いクイズにしてくれた。一度切符と交換することか。どういうことなのでしょう。ああ。86、車掌さんの業務内容は中国も日の本も同じではないかと僕は思うぞ。車掌さんの業務、寝台列車。席の管理でございますね。このカードを戻すときはお客様が下車される間近になってから。その通り。カードと切符が交換されている寝台は正規の切符が購入されている寝台となります。日の本ですと座席管理はメモで確認かと存じますが。なるほど、これは優れたやり方ですね。下車駅に近くなっても寝たままの乗客は車掌さんが起こしてくれもしますよ。それも素晴らしいことですね。再交換が必要ゆえに必ず起こすこととなるのか。いや、これは面白いゆえによく考えられている。ナインスターズにも採用したらよかかも。で、切符とカード再交換の時に
同じ絵柄の乗車記念書あげるの。ああ、なるほど。確かに僕が小さな子供だったらこのカードを手放すことをとても残念に思いそうだ。日の本と中国と両方のサービスのいいとこ取りでございますね。ああ、乗車記念カードの配布など僕らにとってはごく平凡なサービスであるが、当方にとっては極めて新鮮で魅力的です。逆に当方には当然の環境が、宗哲先生たちにはお珍しい。当然のものにはそれが定番化するだけの魅力がある。けれど定番化したがゆえにかえって魅力を見失いやすい。外国の視点に触れるとそういえばリセットされるとね。私、うん、呼んでもらえてよかったと。したらスイカちゃんかキョウさん、嫌じゃなかったら向かいに座ってもらえませんか。だそうだけれど、スイカ。スイカは少しも嫌ではないので響さんの向かいに座ります。もう、驚いた。随分と身が軽いのだな。スイカの整備体重量は同機種平均と変わりません。今の折り方は単なる慣れです。なんと、寝台車利用はよくあることなのか。いえ、本線乗務について以降の宿舎の寝台がこれと同じものでした。ああ、同じものをそのまま使ったか、あるいは廃部品の流用か。今の宿舎は異なりますが、あまたの姉妹と過ごした三段寝台をスイカは変わらず好んでいます。スイカの2000は姉妹機が量産運用開始されて以降はただの一車両として本線に投入されたんですよ。おお。キョウさん、こちらの方はなんて。素晴らしい絵で驚いたと言っています。自分のことも書いてほしいとも。書いてみたか。っていうか、書いてる途中お話聞いてもいいですかって。まあまあまあ、絵を描いてもらうお礼だそうです。アヒルの肉の燻製ですね。ありがとうございます。書き終わったらいただきますね。宗哲様のお口に合えばよろしいのですが。見た目は飴色で甘辛そう。というかうまそうだ。多分大丈夫かとは思うが。あのご老人は生徒の方だそうです。北京にお嫁入りした娘さんを訪ねた帰りだそうです。おお。あのアヒルは生徒のものだそうです。つまり四川省の食べ物ですから辛い可能性が高いです。お口に合わなければ喜んで僕がいただきますよ。響さんは四川について尋ねています。見どころ、名物、四川の人の好む旅行先。さすがは響でございますね。僕はつくづく妹に恵まれる男だと思ったな。はい。本当に僕にはもったいないほどの妹ばかりだ。はい、かけました。これは
響き大人気ですね。まずいな、これは争いが起きかねないぞ。教師所が集まらないようにと言っています。けれどそれは逆効果かもしれません。だな、僕らが移動してしまうのが一番安全かつ迅速な事態収拾につながろう。確かこの列車にも、はあ、さすが相鉄先生、とても優れた考えだとスイカも同意します。では僕が先導しましょう。教師所には後で合流いただいて、スイカと僕とで皆さんを挟む形で。あ、その前に、おじいさん、お話たくさんありがとうございました。あとアヒルいただきますね。この通路を抜けたところです。おお、素敵な食堂車でございますね。居心地がとても良さそう。懐かしい感じがいたします。食堂車のことを中国ではちゃんと三車と言います。晩餐の三という文字を書きますね。三車、よかったね、シャレとるとね。三人と三人に分かれませんか。ああ、京さん、お疲れ様です。いえ、何も。響先生が離れられたら、蜘蛛の子を散らすようにみんな自分の寝台に戻りましたよ。ああ、なんかお騒がせしちゃって。いえいえ、あれも良いご視察になられたことかと思いますし。ご迷惑かけちゃったのはごめんなさいですけど、そう言ってもらえるとほっとしますし、確かにです。宗哲様、私もあちらの席でよろしいでしょうか。うん、ああ、そうだな、そうした方がいいだろう。とても光栄です、宗哲さんと差し向かいで食事をできるだなんて。日の本の鉄道の今について教えてもらえたら、スイカはとても嬉しく思います。うん、宗哲さん？ああ、いや、その、三社は初めてなので戸惑ってしまって、注文などはどのようにすればいいのかなと。あ、できればだけど、みんなの注文いろんな種類に散らしてくれたら嬉しかと。そうか、確かに。先生方が先にお好みのものを遠慮なくお選びください。東方はそれに合わせて不足を補い注文します。ありがとうございます。ああ、それと石炭軽油は別途で手配してあります。我々の食事と一緒に供されますのでご安心を。まあ、何から何まで誠にありがとうございます。そうか、ディーゼルエンジンでモーターを回すならスイカも軽油を摂取するのか。先生、こちらがメニューになります。漢字を見ればなんとなく料理を想像できるのはいいな。では僕はこの梅菜の何かにしよう。それはメイツァイコーローです、宗哲さん。豚肉と梅菜とを混ぜ込んだ蒸し料理ですね。なるほど、なかなかうまそうだ。ところで梅菜とは一体どんな代物だ。梅菜は梅菜だよね、スイカ。しかメイツァイはメイツァイとしか。スイカもそれ以外の説明の言葉を思いつけない。ああ、困らせるつもりはなかった。食べてみればわかることだしな。あっ、松茸のスープがあると。
は私それと、あとこのなんか魚って書いてあるやつ。白米もご入り用ですよね。あ、お願いします。僕にも白米をお願いします。受けたまわりました。士官君。はい、教秘書。白菜の炒め物と水煮牛肉も注文されました。うさぎの火鍋も頼もうとしましたが、うさぎが品切れだそうです。響さんは会話をすべて絵に直して描いていらっしゃるのですか？いやいや、文字が書けないわけではありませんから、スケッチブックをメモ帳代わりにしているだけかと。そうなのですか。響さんほどの画家さんならすべてを絵にした方が早いのかと勘違いしました。確かに即描などは見慣れてもなお速さに驚かされますが。ああ響、士官君がお前の絵に興味を持っているようだ。了解よ。メモももう取り終わったし。え、いいんですか？嬉しいな。ありがとうございます。スイカ見てごらん、君が描かれてるよ。すごいな、いろんなスイカが描かれてる。ラフな絵なのに可愛さが閉じ込められてるね。ああ、この絵は特にいい。あ、もしよかったらもらってほしかと。そういえば自分でもスイカちゃんの魅力切り取れたかもって感じ取ったけ。え、いいんですか？けど記録としては抑えがあるけん、その表裏の2枚抜けてもおひげのおじいさんで同じ構図ば書いとるし。そうなんですか？クロッキーばって絵として見てもらえるんなら、それはもちろん大事にしてもらえる方が嬉しかけんね。もちろん一生大事にします。僕の宝物にさせてもらいます。うん、はい、どうぞ。ありがとうございます。僕は本当に嬉しいです。そうぎゃん、喜んでもらえるんなら私も嬉しか。スイカちゃんにも何か一枚お送りすると。あ、教秘書。響女子がそうおっしゃってくださるなら、それももちろん良いご視察かと。なら私はスイカは士官を描いた一枚をいただきたいと願います。うん、わかった。書くと士官君が油断しきって普段の顔ばしている時にパパって書いちゃ。あ、ありがとうございます。それはこの度の士官と私のきっと大切な思い出になります。僕との大切な思い出ってスイカ、そんな、なんだか縁起でもない。お、まあまあまあ、大きなバケツにいっぱいの、なんて見事な石炭の盛り合わせでございましょう。ソーテツ先生、スイカがご飯をよそいましょう。お、ああ、うん、お願いしよう。お茶碗に山盛りにしますか？いや、八分目程度にしてほしい。いただきますが待ち遠しいです。なんと素敵な気持ちでしょう。よね、私の魚も美味しそう。士官君、これが梅菜だよな。え、ああ、はい、そうです。宗哲さん、間違いなく
その豚肉の下の野菜が梅菜です。これは確かに梅菜だとしか言えないな。どんな味だか食べてみるのが楽しみだ。早く食べたいな。あの、キョウさん、中国では食事の開始の時にはどのように？この場では主賓のしきたりに合わせましょう。宗哲先生のよろしいように。そうですか。では、日の本式で。いただきます。いただきます。珍しいな、夢を見るなど。寂しいということもないと思うが。目覚めるためには一体どうすればいいのかな。Huh?